あ、あ、久保さん、久保さん。今ね、動画入る、動画撮る前に、なんかメール来ててお合わせ見たら、今ね、お正月セールス390円で売ってるんですよ。でね、僕ね、今回リリースしたお正月セール全商品390円。これね、13本あるんですね、商品。商品13個用意したんですよ。で、今来たお合わせが、あの、全部買いたいですって言って、じゃあ全部買うといくらになるのかっていうと、5070円なわけですよ。これどういうことがわかりますかね 300たった390円だったとしても13個も作ったら単価が5000円、マックスになると5000円になるってことです。どうすかね、これ。<laughs> そう。だ僕ね、今回、そのお正月セールテストでやってみたんですよ。で、基本的に僕、いろんなテストした結果、あのやっぱ一点集中の方がいいんですよ。速価塾だったら速価塾ですって言って、速価塾しかないっていうところに落とし込んだ方が売りやすいんですね。それはそうですよね、ブレちゃうんで。 だから全部いろんなのありますよってなると。じゃあ、そっか軸 A もあるし、そっか軸 B もあるし、そっか軸 C もあるし、そっかも X もあるし、そっか軸 D もありますで売った場合、どれがい入ればでしかも3万円ぐらいですよね。3万全部買ったらこ60万、70万かみたいな話なんで、これは一点張りの売りやすいんですよ。もう間違いなく。僕もうこいろいろテストした結果。ただし、今回テストデータによると、 390円ぐらいの価格だと、本当にセールになるので、お正月セールにも間違いなく被さって、セールになるんですよ。だから、しかもお得に見えるんですよね。13個買っても5000円か、みたいな。1万いってないですよ。これマジックっすね。これね、ちょっと良かったですね。今回やってみて。うーん だからやればいいと思うんですよね。別に僕はドリームアカデミア今120万で高額な商品も売ってますよ。はい。だけど、こういうのもやってるわけですよ。地味に <laughs>。吉谷さん、初心者の人がね、いきなり120万の商品をね、作ることは難しいかもしれないですけども、300円ぐらいの商品作れないんだったら、それはビジネスできないですよ。申し訳ないけど。300円の商品も僕作れません。 だけど月収100万稼ぎたいです。かなり難しいと思います。まあもちろんネットビジネスは広告ビジネスっていうのもあるので、その広告ビジネスをやるんだったら別にいらないんですよ。ただ、自分で何か売っていく、コンテンツビジネスをやっていくっていう体で300円の商品が作れないんだったら、それは月収100万無理ですよ。だけど、じゃあその300円の商品じゃね、飯食えないじゃんってなるじゃないですか。だけどこれね、数がね、僕みたいに今回13個出してますけど、じゃあ13個買ってくれる人がいれば5000になるわけじゃないですか。 じゃあ、これ全部買ってくれる人がですよ。仮に、これ単価5000円になるわけですよ。390円だったとしても。じゃあ、これが、あなんだ ?5000 円でしょ ?20 人で10万円か。40人で20万でしょだ、合ってるよな。5000円かける40人で20万ですよね。ということは、サラリーマンの給料ぐらいになりますよね。5000円かける40でしょ ?20 万ですよね。1、10、100、1000万。 じゃあこれ6、えっ、ー、と、六0人だと、60人5000円買ってくれればもう30万ですよ。6530で。え、どうすかね <laughs> どうすかもし60人本当に濃いファンがいて、60人買ってくれたら、390円の商品13個全部60人買ってくれたら、これ30万ですからね。飯、生きていけるでしょ。うん。なんか結局その、単価少なくても多ければ、 そういうマジックもできるし。まあ、まずやれることをやればいいと思うんですよ。120万の商品はね、さすがに初心者の人は作れないです。ただし、390円の商品は作れますよ。これ作ってないんだったら、それは、あの、言い訳でしかないと思います。390円の商品が作れません。それは言い,い訳です。うん。ビビってるか言い訳かあ、勉強してないっていう。うん。そう。久保さんがだって一番最初に価格付けたセミナーが2万でした。 多分2万ですよね。2万の40人で80万ですから、多分一番最初多分2万のセミナーやったと思うんですよ。久保さん2万ですよ。まあ2万はできなくても、じゃあ390円ならできるでしょっていう <laughs>、うん。まあこれ、やりましょうって話ですね。いってらっしゃい